皆さん、こんにちは。かいチャンネルのお時間です。今日はですね、この後、浅草に高田さんの番組に出演することになって向かうんですけど、確か1時間ぐらいの生中継に出るんですけど、その中でちょっと YouTube として企画を1個やっていきたいと思います。何をやるかっていうと、このね、生放送中に高田さんにバレずに水を何本飲めるかっていうのをやっていきたいと思います。これね、かなり危険だと思うんだけど、生放送だからね、もうその最中にもう水をガブ飲みして、多分隣に高田さんが座るんだけど、それをバレないように何本飲めるかっていう、うん、で、まあ飲みすぎだろうとか、なんか注意されたらもうその時点で即終了っていうことで。なるほどね。だから調子乗りすぎると多分やばいから。なるほどなるほど。それも考えながら、まあ目標はどうかな、3本ぐらいいけたらいいかな。でも1時間だからな、きついかな。まあでもうん、3本だね、目標3本で。3本っていうと550、これ550でしょ。50、550を3本目標にやっていきたいと思います。じゃあ皆さんもね、そのちょっと視点でご覧ください。じゃあ行ってきます。今夜のゲストはライジン19で佐々木うるか選手に1ラウンド54秒で PK を勝利した朝倉海選手です。来てくれた。よっしゃ。今日なんか人多くない？以上どうぞどうぞどうぞ。いつもよりスタッフさんが多いですね。コメントも一件来ました。あ、コメントがポワッと来ました。見れるんですか？はい、これでこう生で見られるようになってるんですけれども、まずは先日のライジン19にて佐々木うるか戦勝利おめでとうございます。おめでとうございます。ではあの後ほど朝倉選手への質問コーナーなんかもどんどん行こうよ。はい、行きますので、いっぱいいただいてますね。はい、で試合のことからちょっとプライベートなことまで、はい、ね、聞きたいことがある視聴者の方まだまだ受け付けておりますので、このコメント欄の方に、質問をお寄せいただきたいなと思います。はい、では、先日の、佐々木うるか戦の話に行きたいところなんですが、まずはあの朝倉選手の、プロフィールをちょっとご紹介したいなと思います。まずね、はい、まずはねプロフィールでございます。1993年10月31日生まれ、愛知県出身。あのハロウィンなんですね、お誕生日。あ、そう、もうすぐなんですね。もうすぐですよね。ちょっとアピールしたいんですけど。あ、どうぞどうぞ。アピールしてる、アピールしてる。31日なので、はい、もうすぐ誕生日なんで、はい、皆さんちょっとプレゼント待ってます。どこに送ればいいですかそれ。ものすごい届いちゃいそうですけど。ヒートジム、赤坂のジムに。はい、あ、もう本当に送るのありなんですか。送ってください。じゃあもう来ちゃいますね。やらしいですね、だいぶ。いや、だとしたら具体的にどういうものが欲しいか。そうだね。それ言っといた方がいい。それやばくないですか。いや、でもほら、やっぱり使ってもらったりとかしたら嬉しいじゃないですか。ファンの人もね、何をあげていいかって迷ってる方いらっしゃると思うんで、ちょっと参考程度になんか。そうですね。なんか僕あのお菓子が好きなんですけど、おチョコレートが欲しいです。チョコレート。チョコレート。おー、ホワイトチョコ、ビターチョコ、ミルクチョコあります。甘いのがいいですね、ホワイトチョコとか。あ、ホワイトチョコから。チョコ、あ、そう、意外ですね。あ、ホワイトチョコですか。じゃあ皆さん試合の途中にもぐもぐタイムとかってありなんですか。それはダメです。でもあの時は食べちゃダメなの。今日はなるべく我々怒られそうです。はい、ね、はい、来ますよ、来ますよ。ではごめんなさい、じゃあプロフィール紹介します。2012年にプロデビュー、はい、そして2014年にチャンピオン輝いて、そして2017年12月29日にライジンデビュー、うん、そして2019年8月18日のライジン18にて、堀口選手のこれも1ラウンド1分8秒での KO 勝利、うん、もう記憶に新しいと思うんですけど。魅力って多分そう、魅力の分かりづらい選手じゃないから、うん、もう一目瞭然じゃないですか。だから子供から一般の方までおじいちゃんおばあちゃんが見ても多分伝わりやすい魅力だと思うんですよ。もう全てがもう相手を要するに潰す、仕留める、うん、それはこの前のウルカ選手の試合を見てもそうだったし、京次選手の試合を見てもそうだったし、がゆえにあのちょっと待って、がゆえにで終わらしとくわ。また高田しゃべりたあとすごいたくさん今日嬉しいですね、コメントいただいてて、うん、なんかさっき、か
会場でカイピョンってさ、うん、言ってもいいですかって言ってなかったんですけど、うん、いいですかカイピョン。カイピョンですね。あの僕、うん、YouTube で、うん、あのオタクの格好をするのが僕の中で流行ってて流行ってるっていうか、そのリングと、うん、そのプライベートのギャップみたいなのをちょっと見せていこうと思って、うん、YouTube でちょっとふざけたオタクの格好とかをしてるんですよ、うん、そこでメイド喫茶行った時にあのカイピョンって名付けられて、うん、それがもう話題になってるんですよ、うん今日はここに書く分には差し付かないですから、はい、ね、ここに書いていただいて、はい、なんかお二人からもあるんでしょ質問が。あ、質問あります、うん、まあでも先に言っちゃっていいんですか、その順番的に、はい、順番的にどうしましょう、あの今日、はい、一応のこちらで、この前の試合の映像をご用意してまして、はい、見ながらせっかく5本に出しちゃってるんで、がっつり解説して、はい、でその後にちょっとあの質問のコーナーなんかをやろうかななんて思ってるんです。はいね、どうしましょう試合せっかくだともう一回 見ますか。もうもうバババババって何回でも見たいぐらいですね。もう一回見ようよ、ね、もう一回ちょっと見ますかねえ、コメントがそう、うん、もう一回見よう。そうそうそう、うん、めちゃめちゃいっぱいあるんですよ。ちょっと、はい、コメントバンバン来てるね、さすがにすごいですね。ちょっと拾わない、これ 見終わったら、そうですね、見終わったら、うん、聞きたいこといっぱいあるでしょ。もう一回試合を見ています。うまく、はい、あのプラン通り仕上げて上がってきたんだろうね、鈴鹿選手も。あでこの時に止めてほしいんですけど、うん、一回止めてください。はい、試合が始まるときですね、うん、兄貴が僕に言ってるんですけど、はい、あの兄貴がそこのリングの下から見たウルカ選手の感じで、うん、なんかリーチが長いと思ったから、うん、なんかそれであの惑わされて大振りになるのよっていうのを最後言ってましたね。あギリギリまで。じゃあそれが入ってた、聞いてたの。あ、体で分かるんですね。そうですか。あの試合の動きで、うん、企業秘密だったらあれですけど、そのウルカさんのモーションで、うん、そのカウンター、モーションの癖があるからカウンター合わせたっておっしゃってたじゃないですか、はい、具体的になんか癖っていうのは、あったんですか。ウルカ選手の前手のジャブですね、まあ、ジャブ打つ瞬間にちょっと力みがあるんですよね、その、うん、1回力が入って出すジャブっていうのが、あの分析、その過去の試合映像で、あこのジャブは分かりやすいからここにカウンターが合わせやすいなっていうのはでもその力みって、うん、このレベルってことですか。まあまあまあ本当に小さいんですけど、はい、まあ、その小さい中でもちょっとあると分かるんですよね、やっぱり。その高いレベルになってくるとそういう小さな動作が命中になるんで、はい、それをまさにあのカウンター合わせた時はもう今来た、力みが来たって感じですか。癖になってるのは分かってるんで、うん、ここに合わせよっていう。そこに反動ができるんだからね、すごすぎますね、うん、準備してるからできるんですよね、もともと。だそこもやっぱりこう神経系統とかさ、経験もそうだけど、やっぱりプランを立て、さっきも言ったようにプランを立てたけど、それがね体で体現できるかっていう、はい、その資質だよね、はい、あと鍛錬とね、うん、あと目もいいんだろうな。必ず試合前日にうなぎを食べるようにしてますね。スタミナつくっていうね。あ、そうなんです、うん、そうです。横米さんからも、うん、あ、じゃああのコメント欄にも多い、はい、あのさすがにあの兄弟対決実現しますかはさすがにないって考えて、うん、私らの質問、あ、頭いいなと思いますね、うん、弟ですけど。キャラがまた違うから魅力的なんじゃないの、うん、すごく。そうですね、性格は絶対真逆ですね。堀内選手の方がいつもの表情と違ってたっていう、うんうんうん、まあ、他の部位と比べてみてもそうだったんだけど、うん、今まで過去の堀内選手に比べて甲斐選手は上がって、さあそうだな、もうレフェリーチェック終わったかな、終わって一回下がった後なのか、これからレフェリーチェックなのか、とにかくリングであのセコンドとちょっと話をしながら、あの相手を見てるときに若干こう幸せそうな笑みが出たんだよね。あれはやっぱりこう、なんだろう、こうようやくここに来たかと、ようやく、いや堀口さんをここに引っ張り出すことができたかみたいな、そのハッピーな笑顔だったんですか、それともなんとなくこう顔が引きつったのか、どっちなんですか。いやもう嬉しかった、ハッピーのワクワクでしたね。なんか、あ、やっとその今世界で一番強いって言われてる選手と戦える、うん、あの局面でね、うん、すごい笑顔が出るわけですよ。なんか何気にさっきプライベートな初デートとかそちらの質問ぶっ込んできた感じがしますけど、はい、いやなのにあのなんか最後うまく変わってましたうまく練習の話になっちゃって、今ぶっちゃけ今すごい有名になって人気になって、はい、ますますモテるようになられたんですか
すごい、すごい。モテる感は企業秘密ですか。いや、どうなんですかね。そんなに男からしかモテないですか。11月3日から一般発売がスタートということなので、はい、うん、皆さん、お買い逃しのないように、はい、チェックしてください。これは絶対見た方がいい、ね、これはもう、うん、大変なことになりますから。私でさえお金払ってみたいからね。高田さんもう期待大ですね、もう今から。じゃあ、いや、今からもうドキドキしてる。じゃあ、それではそろそろお時間の方となりましたけれども、うん、高田さんの話はもっと聞きたいですしね。いやいやいやそうするとね、あんなやつこうに来るんだよ。高田は黙ってる。カイ君の話は聞きたいんだって思う。しょっちゅう来るよね、俺書き込み。俺やめようかと思ってた。やめないでください。あの、浅田選手、あの、言い残したことないですか。なんか、大丈夫ですね。あ、言い残したことありますか。うん、YouTube の話とか、大丈夫。ちょっとこれ水飲みちゃったねえ、仕事で来てんだよ。いいじゃないですか、お水ぐらい。いや、水飲み来てるわけじゃねえんだ。お水ぐらいいいじゃないですか。いくらつわもの朝倉海って言ったってさ、これ何本飲んでてもらいたい水を。でもこれでまだ2本いかないぐらいの。えぇ、ー、喉がちょっと、うん、だけどほら、体型からしたらさ、ウエイトからしたら俺飲みすぎてないな。うん、はい、なんちゃって嘘だよ。チャンネル登録の話は大丈夫ですか。あ、それそうです、はい、あの、ありがとうございます。はい、忘れてました。はい、あの、皆さん、あの、カイチャンネルをぜひチャンネル登録お願いします。はい、そして宝予告目の世相談義のチャンネル登録の方もぜひこの機会によろしくお願いします。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。年明けも来ますよ、カイ選手。待ってます。2時間スペシャルだな。、うん、お願いします。はい、OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした。ありがとうございます。高田さん、実はあの、今日 YouTube 撮らせてもらってて、うん、あの、高田さんにバレずにどんだけ水飲めるかっていうのをやってました。だからこの水すいません、注意されたら即終了で、どんだけ飲めるかっていうのをやってました。で、あと実はここに、めっちゃあるんですよ。ここにあと4本。ほんと、これ飲むはずだったの。それを私たち知ってました。高田さんだけじゃなくて。あ、そうなんだ。妙に水ばっかり飲んだからな。で、俺がはめられたの。すいません、やられた。はい、チャンネル。ありがとうございます。よし、楽しかった。すいません。カイチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お腹いっぱいです。飲んでるのは分かったけど、途中ペースダウンしたから。ちょっともう苦しくなって。いやー、あんまり飲めなかったですね。結果2本弱です。あの、僕途中トイレ行きたくなってやばかったんですけど、なんとか、あの、でも最後にバレちゃいましたけど、あの、楽しかったです。じゃあ、また。